見てください、俺の変身。シャキーン。ということで今回は仮面ライダーの変身ベルト風の音の作り方というのをやっていきたいと思います。なぜこれを選んだかというと、 LFO っていうシンセサイザー独特の音を揺らすための機械があるんですけど、それの使い方っていうのがね、この変身ベルトの音を通してこう学べるんじゃないかと思ってあえてテーマにしました。もう一個こういうのもあるんですよ。見てください、俺の変身。チャキーンって感じですね。ちょっと若干複雑ではあるんですけど、シンセサイザーの最低限基本を理解すれば意外と簡単に作れちゃいます。でまずこれ何が起こってるかっていうのを説明していきますね。シンセサイザーにはオシレーターセクションっていうのがあるんです。これは何かというと音の元が入ってるんですよ。ブーとかビーとか。その次にフィルターセクションっていうのがあるんですね。これは音を明るくしたり暗くしたりするのがフィルターセクションだと思ってください。ちょっとざっくりな説明にしてます。そしてアンプセクションというのがあります。これは何かというとこれですね。音の時間軸の変化。例えばいきなりピアノだとプーンってなるけれども、あのブラスとかだとふわーっとかなったりしますよね。あれも音の時間軸なんですよ。わざと遅くするとほらふわーって入ってきますよね。音がほらふわーって、早くするといきなりトロロってなりますよね。そう、これが時間軸の変化ができるのが ADSR っていうこう部分なんですけど、まあ、これはねちょっと別の動画でシンセの基本をお伝えしているので、ぜひそっちを見てみてください。でそして LFO セクション、これは何かというとローフリケンシーオシレーターの略で LFO になってます。これは何かというと、要するに言うと音を揺らしてるわけなんですよね。これ普通に遊んでるだけでも面白いので、ぜひこの機会に覚えていってください。でまずやり方というのを簡単に説明しますね。分かりやすいように0からいきましょうか。この ES2 っていうのを選んであげましょう。この中から ES2 を選んであげると、そしたら分かりやすいように今回はこれしか使いません。この1番だけ使いましょうか。そう、これ実は3つが重なって1つの音になってるんですけど、今回は1番のみを使いましょう。でこの音を揺らしましょうかってなった時にどうすればいいか。ここに LFO ってありますよね。これ上げ下げしただけじゃ実は揺れないんですよ。なぜか、それは接続されてないからなんですね。配線をしてあげる必要があるんですよ。この LFO っていう機械をこのピッチのこのオシレーター1っていうのにつなげてあげる必要があるんですね。でそのやり方はどうすればいいか。この真ん中の段、ここ見てください。このなんか団地みたいな建物みたいな3段になってるやつ、これなんです。よく見てください。ターゲットって書いてありますね。つまり言うとこれは何を揺らすかっていうのを選べるんですよね。接続するかっていうのを選べるんですよ。で今回は今1番使ってますよね。ピッチ1ってすれば、まあ、1番と接続されるんです。はい、1って選びましょう。そうすると今ターゲットが1になってるんですけど、ソースってありますよね、下に。このソースっていうのは何でピッチ1を揺らすか、あ、動かすかっていうことなんです。なのでこのソースは LFO2 にします。2にしてあげると、つまり今分かりますか、この LFO2 が1を揺らしますよっていう設定になってるんです。分からなかったら質問くださいね。で実はこれまだこの段階では LFO を動かしたとしても何も変化はありません。なぜかというとこの矢印の値が0になっているからですね。これをじゃあマックスにすると係りがマックスになります。いきますよ。こんな状態だと揺れるはずです。ほらちょっとずつ早まっていきます。上に行けば行くほど、ほらシャキーン変身っていうことですね、なるわけなんですね。面白いですよね。ちなみに横を見ていただくと形違いますよね。波の形がこのように、これは何かというと揺れ方なんですよね。例えばこれだと一番高いところから下がるみたいな感じ。ほらピュンピュン、ほらこういうのありますよね。あと下から上がるとかとか、あとランダムとかもありますけどね、っていうなんか独特な音とかね。あとこれね、もう極端なやつ、これはこれでなんか使えそうですよね、いろんな音。まあ純粋に言うとこの辺り選んであげると仮面ライダーの変身ベルト見たくなるって話なんですよ。でこれ実を言うと仮面ライダーの変身ベルトの音を作るにはもう複数のパラメータを同時に動かしたりとか、複数のオシレーターを混ぜたりしなきゃいけないので、
まあ、音源方式にもよるんですけど、再現はね、全く同じのを作ろうと思うと結構難しいんですけれども、純粋にまずはね、この揺らすっていう原理を楽しんでいただきたい。で、例えばそれをさらに発展させるとしたら、例えばこの2番をオープンしますね。ほら、2番オープンすると2番の音が重なってきて、ほら、なんか独特な音になりましたよね。とか、あ、これごめんなさい、2番揺れてないですね。2番を揺らすためには、実は、全部を揺らしたいので、もう1、2、3って選んじゃいましょう。1、2、3って選ぶと、もう1、2も3も全部が揺れる設定になってるんですね。いきますよ。ほら。で、波形を変えてあげると音が変わるっていうことなんですね。で、さらにここ音程も変えられるんですよ。だからちょっとずつこれ変えていくと、見ますか？ちょっと変わってるの。1オクターブ変えるとこんな感じですね。で、混ぜてみましょう。手に変わったりとかするんですね。面白いですよね。で、さらに、フィルターって覚えてますか？さっき説明した。これ、音を明るくしたり暗くしたりできるんですよ。で、レゾナンスっていうのは、フィルターと一緒に、カットオフっていう、まあ、フィルターと一緒に覚えておいていただきたいんですけど、これは音の癖を強くするための倍音を付加するための、まあ、レゾナンス共鳴っていう意味なんですけど、パラメータです。これ、上がった状態でカットオフを下げると過激な音の変化をするようになってます。っていうようになってますね。面白いですよね。っていうことなんで、じゃあこのフィルターも揺らすことができるんですよ。で、これもおさらいになるんですけれども、フィルターを揺らしたい場合というのは、まずここのターゲットっていうのをフィルターにしてあげますね。カットオフ1しました。そしたら、こう LFO を2にしてみましょうか。同じく LFO を2にする。そしてこの緑のやつも真上にちゃんとしてくださいね。そうするとフィルター2が動くたびに、このピッチとカットオフが LFO2 によって揺らされるっていうことが起こるんですね。聞いてみよう。ほら、同時に揺れてるの分かりますか？フィルターのこの音が。っていうふうに、自分で揺らしたい項目というのを選ぶことができるんです。面白いですよね。で、さらにノイズオシレーターっていうのは3番にしかないんですけど、3番にここにノイズってあるの分かりますか？ノイズ。これは何かというと、純粋にこうシャーっていうノイズの音なんですけど、ノイズには実は音程がありません。なので音程を変えても何にも反応がないんです。じゃあどうすればいいかというと、音量かフィルターどっちかで、ノイズは動かしたいと思います。じゃあ例えばこのターゲットをアンプにしましょう。つまりとアンプなので音量ですね。音量を LFO の2で揺らすっていうことを考えてみましょう。で、緑のやつは真上にします。それで聞いてみましょう。ほら、わかりますか？ちょっと音を強くしますね。こういう感じ。っていう感じなんですね。要するに今何やったかっていうと、このアンプ音量を LFO の2で揺らしたので、音量が大きくなったり小さくなったりっていうのを繰り返してるんですよ。とか、表情を変えてもいいですよ、これで。シャキーン。一条さんってなっちゃいますね。じゃあこのアンプじゃなくてフィルターにしてみましょうか。カットオフの1にしてみましょう。そうすると音が暗くなったり明るくなったりするはずです。ほら、これ分かりますか？今にもね、漆黒の戦士が生まれそうな音ですよね。というふうに、ここの揺れ方の波形を変えるだけでも結構雰囲気変わりますので、ぜひ楽しんでみてください。これでもうパックマンのワン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 って音も作れるわけなんですよね。面白いですよね。で、例えばこれもパックマンの音にも聞こえますよね。ほら、こういう音。これパックマンですよね、とか で、こういう原理で変身ベルトの音とか効果音を作れるっていうことなんですよ。まあ、最近のね、仮面ライダーの変身ベルトの音ってもう楽曲みたいになっちゃってて、一昔前のね、光る回る系の、まあ、仮面ライダーとはちょっと違うんですけれども、まあ、こういう観点からもぜひ楽しんでみてもらえたらと思います。質問あったらコメント欄にください。僕のチャンネルではこういったね、シンセサイザーに関するトピックとか作曲の方法とかを日々更新しておりますので、ぜひチャンネル登録、あと高評価ボタンお願いします。ぜひまたお越しください。キックンでした。本日も誠にありがとうございました。変身。